イズレバノン回廊西区画エジプト街、入り口西区画カールマルクスボ東、区画ハイゲート墓地は、イギリスロンドンのハイゲートに位置する墓地である。もともとこの墓地の西区画は、ロンドン郊外にある現代式の大規模墓地の一つとして1839年に開設された。ロンドン市内の墓場のほとんどが、教会付属の墓地であり、埋葬者を裁ききれず、また衛生面での問題もあったため、 死者に対して尊厳のない仕打ちでもあった。当初の設計は建築家、起業家のスティーブ・ゲアリーが言った。ハイゲートは他の現代式の墓地と同じく埋葬地としての流行の最先端となり、遺憲され訪問者も多かった。死に対するビクトリア・サカゼの趣向きとその雰囲気のため、浮遊階級のゴシック風墓碑と建造物が作られることになる。当墓地は ハイゲート級の頂上やや下の美しい南斜面に、位置し、ワーテルロー公園に接している。どちらも以前は、ダートマス公園であった。1865年に、東区画を作るためスワインスレーンを挟んだ、東側を買い取った。この部分は現在でも、西区画とともに、ダビニフスのに使われている。墓所は、ほとんどが原生林で、寒木と野草が生い茂り、 鳥や狐などが多く生息している。エジプト街とレバノン回廊は、レバノン杉の大木に覆われているのが目玉であり、園外と象形が斜面に並ぶ。保護のために多くのビクトリア朝風の病や破壊し、凝った墓のある旧区画は案内付き団体のみの見学が可能である。ビクトリア長風と現代風の墓の混在する新区画は自由に回ることができる。カール・マルクスの墓、 エジプト街、納骨堂は一級建築文化財として登録されている。最寄りの公共輸送機関はアーチウェイ駅である。ハイゲート墓地はハイゲート吸血鬼の住みかとしての頂上現象の地としても知られている。最も名の知れた住民はおそらく東区画のカール・マルクスで、今でもハイゲートの住民の中には1970年の爆破事件を記憶している人もいる。それ以外にも、 歴史上著名な人々として、以下の人々が埋葬されている。BBC1 の番組、EN ザワンショーでは2007年11月にハイゲート墓地の紹介番組を放送した。ありがとうございます。